どうもということでおはようございます。みゃーちめんそれ下地ケチゆうきです。ということで今日もね Vlog やっていこうと思うんですが、本日がですね2024年7月7日、ね、七夕の日でございます。皆様はどうお過ごしでしょうか。都はもうバリバリね梅雨も明けて夏に入ってね暑い日が続いておりますね。最近から始めたねプロテイン生活いいですよ。朝はプロテインとブルーベリーに、うわー、うん、うまい。おはようございます。ということでね、今日が2020年7月7日、また日付が変わりました。ということで七夕ね、今パイナガマビーチ来てるんですけど、朝の8時ちょうどです。おお、確かに結構人いますね。朝海に入ってるのか、みんな気持ちいいから涼しい時間帯に。ありっすね、それ正しい正解かもしれないです。もう今日ちょっと満潮気味、結構海そこまで来てますね。うおー綺麗だね、朝良さげだねこれ、うん、朝良さげ。やっほー、すげー、ちゃん暑いね。扇風機やる？いらない？三重宮古島シティ来てます。暑いね今日も。うわ、今日はバルーンアート、涼しいね。買い物行ってきました。お昼ご飯、ね、作りたいと思います。もうなんで危ないね、壊れてる、危な、壊れてる。ガスレンジもさ、買い替えんじゃないかな。後でまた切ってやってみよう。こっちは大丈夫だ。ガスくっそ、いいよ。すみれちゃんは牛丼らしいです。すみれちゃんたちは牛丼、僕はタマスに米ナット。いただきます。けー、料理するだけで汗だくだぜ。いただきます。うん、うまいね。うん、美味しい卵スープ、今日は七夕ということで、すみれちゃんが願い事の短冊書いていきたいと思います。毎日健康で楽しく生きる下地ゆうき。できました。
今日は七夕なんでね、作りました。願い事とこのなんていうのかな、葉っぱみたいな、こんな感じです。じゃあこれ家の中にま飾っときます。はい、 OK だぜ。七夕イエーイ、できました。イエーイ。目の前で怖い人や怖い人に会いませんように、平和って下地すみれ、ママ世界平和、下地勇気、毎日健康で楽しく生きる、楽しく生きる。はい、OK、 飾りました。七夕です、よろしく願い事。玄関です。玄関に立ちます。このね、下に敷いたらシートもめっちゃ汚れてるんで、これねを取り替えるのと、上のね、通気口のこのシートを取り替えます。もうめっちゃ油で汚れてますね。もう換気扇のねシート取り替えと、下のガスコンロのね式台取り替え、100均で買ってきた、ね、テーブルコンのワイド下敷きとレンジフードフィルター、やっていく。うおい、磁石も油やん、これやっぱ磁石もベトベト、やばいね油これ、うわやばいでしょこれ、相当だよ。前いつ交代したんだろう、3ヶ月前ぐらいかな、年末に、ん半年前ぐらいに交代した、もしかして。うわぴったりだよ、あぶえ、見たけど、全然あぶえ。いや、磁石もね、油でやばかったんで、洗剤で洗いました。うわ、やっば。何これ。これも洗おう。うわ、うわ。油、かさぶらだね。油、かさぶら。表はね、よく磨いてるんだけど、中はね、ちょっと2、3ヶ月に1回しかやらないから、えぐいね。汚いやつ取りました。めっちゃ汚くなってたので、映像ではお見せできました。数ヶ月でね、めっちゃ汚れるんだよ。お、ぴったりぴったりだけど、このガスのところを切らないといけないんだ。お、挟んで、ハサミで切りますよ。ねえマジ、これマジ筋肉、筋肉な、うえ、こんなもんだね。いいね、おお、いいですね。こんな感じですね。渋いね。おお、ピカピカだね。じゃあテープで留めていきます。当たってるか。当たって
ピュアテープもなく、しっかりと貼りました。ビシッと、おー、綺麗になったな。あとは上、上やっていく。 OK。バッチリですね。よし、オッケー、完成。僕の仕事場綺麗になりました。ピカピカになった台所で料理しております。今日はですね、豆腐の肉野菜炒め。こんな感じですね。ほぼ野菜炒めなんですけど。じゃあ今日の夕飯いただきます。作ったね、豆腐の肉野菜炒め、うまそう。えのきと豆腐の味噌汁、うまそう。米で、これはちょっとオプションで昨日の鶏もも肉、昨日使ったんです。これは食べないかもしれない。いただきます。お疲れ様ですっていうところでね、飯食ってたら SD カードパンパンになりました。ということでごちそうさまでした。もう終わりましたね。で、突然なんですけど、最近読んでる本、これね、とこれ、こいつはまだ手つけてないで、これということでね、あとはね、筋トレ系のね、このターザンという雑誌を図書館で全て借りて読んでおりますね。図書館便利です。といったところでね、ちょっとね、歩きたくなって夕方散歩を来ましたね。もうだいぶ日も落ちて、今8時前ぐらいなんですよ。7時40分。うわぁ、いいぐらいだね。日中暑すぎるんでね、こうやってちょっと日が落ちたぐらいがなんか気持ちいいなって感じで、宮古サンセットビーチですね。ちょっと歩いてからね、一日の疲れを癒して帰りたいと思いますね。もうだいぶね、暗くなってきましたね。いい光だね、夕日の光。結構人もいますよ。ヒルトンホテルもね、もう光がついて、あ、綺麗に輝いてますね。結構人も夕日見てね、おのおのくつろいでおりますね。チルですね、これは。もうだいぶね、人影にもなって、オレンジの光が最高。気持ちいいね。もうだんだんと暗くなっていってまいります。うわー、なんだあの色は。青とかオレンジとかね、黄色とか水色とか、あの境界線の色、めちゃくちゃ綺麗。やっぱめちゃくちゃ綺麗な色じゃないですか。
わ、癒されるぜ。今回の Vlog 終わっていこうと思うんですが、いかがでしたでしょうか。まあ七夕ということで、かといって明日学校もありますし仕事もありますので、まあ、夜出かけて星を見るということはしないんですが、まあ、家の、ね、ベランダあたりから見てみようかななんて思っております。ということでですね、僕らのこの下地家のチャンネルでは宮古島に住む家族の Vlog、 そして観光地なんで観光情報などもお届けしておりますので、よろしかったらチャンネル登録といいねもよろしくお願いします。ということで終わっていこうと思います。お相手は下地家父ゆきでした。ではバイバイ、また見てね。